ユーマ、ナナコは？なんか変でさ、オートモットぶっ壊れたみたい。で、どこ行ったの？あっち。え？ここって立ち入り禁止じゃ。そんなとこ上がったら怒られるよ。だって上に行くのを見たんだ。おばさんに行った方がいいんじゃないか。捕まえないとどっか行っちゃうだろう。初めて乗った。なんか床が光ってる。あれいた。おい、どうしたんだよ。今は西暦で言うと何年何月何日だろうか。はあ、何言ってんだよ。2049年の7月13日だよ。そうか、そんなに経ったか。ねえ、ナナコ変だよ。ナナコとはこれに搭載された人工知能のことか。なるほど、彼女はナナコというのか。彼とそっくりのシステムだったため間違ってしまったのか。実用化したんだな、彼のような AI が。地上でも意味わかんねえよ。私は君たちがナナコと呼んでいる AI ではない。ん？私たちの言葉で虹の音という意味の名前で呼んでいる星がある。私はそこから来た。え？お前宇宙から来たの？私は無人探査機2月の黎明号。調査のためにこの星に降りる途中トラブルに遭い宇宙に帰れなくなった宇宙船だ。はあ？頼みがある。私が宇宙に帰るのを手伝ってもらえないだろうか。忘れないで。1万年もかかって地球に来てここでずっと一人で待ってたんだろ。みんなで故郷へ返してやる。宇宙船さんが地球を離れればナナコのこの人格は消えます。ナナちゃんのところへ行きなさい。やる。やろう。約束したんだ。絶対